コダ・ファビア・ R5 グループラリーは国際自動車連盟が定めるラリーに使用する競技車両のカテゴリーの総称である2019年までの名称はグループ R で現在も一部には用いられている FIA が発行する国際モータースポーツ競技規則不足 j c の部門1に属しツーリングカーまたは大規模量産プロダクションカーと定義される市販車を改造するという点では グループ A やグループ N と同じだが、改造範囲により大きく複数のレギュレーションに分かれている点が異なる。その点では、グループ GT3、GT4 に近い性質を持つ。グループラリーは大別すると4輪駆動ターボのラリーに、ラリーにキットカー、2輪駆動の R3 ラリー4ラリー5に分けられる。グループ A の公認も取得することが、 前提条件であるため、ベース車両はシリーズ全体で2万5000台、直接のモデルは連続する12ヶ月間で2500台が生産されている4座席の量産車でなければならない。またそれに加えて、VR と呼ばれる改造についてのグループ R 独自の公認の取得も求められる。VR もグループ A 書式で有効な公認イコール、ボーカルを得ていることが前提である。 また各 VR 購入を得ている部品はベース車両にないものや他社ブランドのものでも使用が可能である。ちなみに同じ R が付くラリーカーのグループ RGT が存在するがこれは部門2の GT プロダクションカーを規定したものでありグループ R とは全く異なる規定である。また WRC 最高クラスのワールドラリーカーのベース車両と改造はグループラリーではなく グループ A の特例として公認を受ける。WRC の回クラスや FIA 管轄の地域選手権ではたちまちメイン規定となり、マニュファクチャラーやプライベーターからグループ GT3 や TCR に匹敵するほどの人気を集めている。日本では導入が遅れていたが、2015年に全日本ラリー選手権に R1、R3 車両が RR 車両の名で、 JN5 クラスに正式に導入され、加えて2019年には R5 の JN1 クラス参戦も認可された。一般的に海外の車両は、ジュネーブ条約加盟国で登録された車両に限り、自動車カルネを用いて一時輸入すれば、定約国登録自動車として登録国のナンバーの、まま日本の行動を走行できるし、また、プジョー 208R2 や、 シトロ NDS3R3 のように、日本の道路運送法に基づく登録番号表を取得した上で全日本ラリーに参戦するエントラントも多かったが、2019年にオサムファクトリーが輸入したシュコダ・ファビア r もわかるね、本、ナンバーいずれも認められず、ジャフの選手権である全日本ラリーを諦めるという一幕があった。その後2021年に全日本の規約が改定され、 ラリーを目的に仮ナンバーを取得することでファビアー R5 の参戦も可能となった。他の日本のラリーイベントでは日本スーパーラリーシリーズは初年度から仮ナンバー含め全てのグループラリー車両の参戦が可能で、また WRC の日本ラウンドであるラリージャパンおよびこれのリハーサルイベントセントラルラリーもまた仮ナンバーでの参戦が可能であった。 しかし海外からのエントラントのナンバーの処遇はどうするかといった問題や仮ナンバーの車両が溢れることが行動規則的号車を用いるというラリーの精神に乗っ取っているものなのかという点に関して疑問の声も上がっている2006年から JWRC でグループ N 及びグループ A の隙間を埋める形でグループ R1R3 が始まった2011年には グループ N4 の発展であるグループ R4、2013年にスーパー2000の後継カテゴリーとしてグループ R5 が誕生して現在の形の原型が出来上がった。なお、R5 は構想段階では R4T という名称が用いられていた。2015年に R4 は FIA 主催の欧州イベントから外されるなど段階的に廃止される一方、その代替として 翌く2016年に FIA、ワールドモータースポーツカウンシルにて、共通コンポーネントを用いる R4 キットカーが承認され、2018年からコンポーネントが発売されるようになった。その後数字が若い方が、戦闘力が低いのは、車両クラス名、カテゴリ名と矛盾してわかりづらいということから、2020年に WR カーのラリー1を頂点とし、R5 ラリー2、 R4 キットカーを、ラリー2キットカー、R2 を、ラリー4、R5 を、ラリー5というピラミッド構造のもとに解明された。なおグループ R 時代に作成されたマシンについては、固有の名称は、旧称のままになっているが、新型の開発により解明するケースもある。その例としては、ファビア R5 は、エボリューションモデルで、ファビアラリーにエボと解明されているが、旧型についてはそのままである。 フォードフィエスタ R5 救命グループ R5 スーパー2000に代わり2013年に誕生した規定で WR カーに次ぐ戦闘力を持ったグループラリー規定最強のマシンかつてはこれを直 WR カーにするという構想も存在したほどで事実狭くツイスティなコースでは大柄な現行 WR カーをしのぐ速さを見せることもある かつてプライベーターからの絶大な人気を誇ったグループ N、R4 の衰退により、各国ラリーで最高峰マシンとして採用される例が増えている。また WRC でもワークスチームの参入が相次いだため、ワークスやプロドライバー向けのクラスが創設された。ラリーに車両の排気量上限は 1620cc とされており、それ以上の排気量のラリーにマシンは存在しない。 なお WR カーのレース専用エンジン規格 GRE と同じ排気量であるが、ラリー2の場合は、同一グループ内の市販車に由来するエンジンを用いることと4気筒エンジン搭載車は、カムシャフトのリフト量は 9mm まで、3気筒のカムシャフトのリフト量は 11mm までに規制されていることと、リストリクター径が 32mm と WR カーに比べたら、 細いこととヘッドライトは市販車のものを採用することが義務付けられている。なお、ラリー2に参戦するクルーに対しては FIA が WR カーと同様の安全装備を義務付けている関係で最新の安全装備が必要とされており、常に FIA から発行される安全装備に関するテクニカルリストに即したヘルメット FHR デバイスレーシングウェアの装着が必須である。 救命グループ R4 キット。俺かの供給する共通コンポーネントを量産車に組み込むものでベース車両についてグループ A の公認を必要としない点が他のグループラリー規定とは一線を画す。また他のグループ R 車両は基本的に量産車メーカーが開発、公認を受けるのに対しラリーにキットカーはプライベーターが独自に開発を行うのも大きな特徴で。 これにより多様な車種の参入が可能となっている。なお量産車にコンポーネントを組み込むという発想自体はアルゼンチンのマキシカーやスペインのグループ N5、エイプクの AP4 などがすでに存在しており FIA のオリジナルというわけではない。もともとは R4 の代替として R5 と R3 の間を埋めるための地域選手権限定の規則として発足した。 あとに、各クラスの解明に合わせて、グループラリー2キットに名称が改められている。ただし、WRC2、3の選手権にはまだ参戦が認められていない。グループラリー最後発となる規定で、2021年から登場。バリキサの大きいラリー2とラリー4の間を埋め、4WD 車へのステップアップを促進するためのもので、 10万ユーロの上限価格規制が敷かれる。またコスト削減のために足回りは共通部品を用いるほか、ボディーワークはほぼ市販車状態に制限される。またエンジンはターボリストリクターで210馬力程度に絞られる。2021年3月現在アークへの参戦が認可されているが、アークに3クラスへの編成はなされていない。 シトロエ NC2R にアバルト 500R3T ラリー4の急勝はグループ R2。グループ R における2輪駆動車のメイン。R3 とラリー4は技術的にかなり近く参戦クラスも滅多に区別されない。なお後輪駆動車は2019年現在までトヨタ GT86CSR3 のみとなっている。WRC では WRC3 を 主戦場としていたが、2019年に同クラスが廃止されて、以降は JWRC にワンメイク供給される。フォードフィエスタ R2 以外は R1 同様地域選手権や地元プライベーターの使用がメインとなる。ルノートインゴ R19 名はグループ R1。グループ R のエントリークラスで安全装備以外はほぼ無改造である。WRC では 地元プライベーター以外が使うことは極めて稀である。三菱、ランサーエボリューション XR42012 年にグループ N とスーパー2000の戦闘力の差を埋めるために誕生した規定。2013年までのグループ N4 ホモロゲーション、取得車両をベースに軽量化やサスペンション、冷却性能向上のためのキット装着、ボンネットの開口部の作成、ターボの変更、 窓ガラスの変更などが可能である。従来のグループ N とは異なり、変形のための追加生産は必要としない。これにより 1km あたり1秒の戦闘力の向上が望まれたものの、実際には0.3秒程度のアップに止まった。加えて N4 の改造範囲の拡大により、R4 を区別する必要もなくなったことから、最終的に両者は R4 に統合された。 これにより従来の R4 は VR、VR4、N4 は、グループ NR4 の名称で区別される。2015年以降の VR4 は、FIA シリーズの主催の欧州イベントでのエントリーを付加とされ、2017年には、R4 の名称、立場を全く異なる規定である、R4 キットカーに明け渡すなど、段階的に廃止されている。ありがとうございます。